皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、動画作りの励みになっております。いつもありがとうございます。今日ご紹介する資格検定シリーズは、サービス介助士という資格になります。私が取得した時には、このように日本ケアフィットサービス協会という NPO 法人が、実施をしていました。で、その時はサービス介助士準2級と2級というものがありまして、準2級は、学科の試験が在宅で受けて合格ができるんですけれども、2級については学科試験の後、実技2日間連続を受講しなければならないということで、実技試験、まあ、研修を受けた後実際に実技でテストをするっていう感じですね、という試験に両方合格して初めて、取れるという資格です。で、今は実施団体が変わっていまして、日本ケアフィット教育機構、共に育つ機構ですね、教育機構というところがこの試験を実施しております。で、名前が変わっていて、サービス介助士準2級が準サービス介助士という名前に変わってます。で、サービス介助士2級にあたるものが、シンプルにサービス介助士という、名目に今変更をされています。で、両方同時に受講資格は特になかったと思うので、詳しくはリンクに貼り付けておきますので、興味のある方は見ていただきたいんですけれども、私は準2級と2級を併願して、受けた覚えがあります。で、併願で多分4万7、8000ぐらい、今、5万弱ぐらいですね。で、片方ずつで2万、準サービス介助士が2万ちょっとで、サービス介助士が2万、もうちょっとする、5000円ぐらいかな、するんですけれども、そのサービス介助士の方に合格をすれば、この認定のカードと、この合格証、というものが届きます。で、顔写真がついているので、ちょっと今回隠しどころがすごく多いんですけど、そういう感じになってます。で、準サービス介助士の方は合格した場合はこちらの紙があるんですけれども、届くんですけども、カード型を欲しい場合はプラス2160円かなを支払って申請をすると届くような感じになります。で、私がこの資格をそもそも取得したのは、2012年の8月30日なんですけれども、当時私5年前ですね、足の骨の中に腫瘍が見つかって、まあ、それが外側から検査した段階ではもうがんか良性かわからないと、でもしがんだった場合は半年の命ですよとはっきり主治医から言われてまして、で、まあ、入院中とか、あと実家に一時帰って療養しなければならなくて、まあ、その精密検査の結果を待つ間、手術を受けた後ですね、その腫瘍の精密検査の結果を待つ間、まあ、もし生きていたならば、まあ、何をしようと考えたんですね。で、その時の仕事も、まあ、辞めまして、で、貯金も医療費でどんどん消えていくし、で、あと一人暮らしのマンション代とかも払い続けてたので、すごく悩んだんですね。で、自分の今までの人生とかこれからやりたいことを考えた時に、まあ、ありのままの自分が持ってる能力ですねを発揮して、それが結果的には会社にも貢献できる、そういう仕事って何かなっていうことを考えた時の結論が福祉業界だったんです。で、私は福祉業界それまで全く何も知らなかったので、まあ、30過ぎてたんで、その当時30過ぎて始めるからには、まあ、貯金の許す限り、手当たり次第、あと受講資格がいらないものとか、で、あと命の期限があるかもしれなかったので、そんなに時間がかかるようなものじゃないものを徹底的に勉強しようということで始めた最初の資格になります。で、まあ、実際介護の仕事にその後就くことになるんですけれども、まあ、ついてみて、このサービス介助士が介護の仕事に有用かと言われれば、ちょっと難しいかなっていうところが、物足りないというところがあるので、実際には初任者研修や実務者研修をお受けになるのがいいと思うんですけれども、これのいいところは接遇面をすごく勉強させられるんですね。
なので障害のある方にどのように声をかけたら失礼だったり、嫌な声のかけ方じゃないかといったような接遇面を強く学びます。それがやっぱり介護 の実習と全然違うところだと思います。なので実際はホテルとか、あとデパートの従業員とか、あとタクシーの運転手さんだったりとか、いろんな方が当時研修にいらしていましたね。うん、なので、介護のお仕事をしたいわけではないけれども、サービス業とかに疲れていて、具体的に障害がある方とかがいらっしゃった時にどのようにお声掛けしたり、どのようにお手伝いをしていいかわからないという人にはすごくぴったりの資格だと思います。最後に一つだけ注意点として、この資格は3年ごとに更新をしなければなりませんので、更新料とあと研修かな、講習を受けなければならないので、そこだけは注意していただきたいなと思います。なので私のね、私はこの後介護の仕事と介護の資格を取ったので、更新はしなかったので、事実上この資格は今無効にはなってるんですけれども、興味のある方はぜひ、調べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。